カシュテラカシュテラカシュテラ、あるいはカシュテラは、クロアチアの都市。クロアチアのダルマチア地方沿岸部、スプリトの北西に位置し、海岸沿いに並ぶ複数の小規模な町であるが、全体で一つの都市として扱われる。2001年時点の人口は34,103人で、あるが、人口2,500人から6,500人程度の7つの町に分かれている。カシュテラとは、城を意味する。 カシテルケイストルの複数形である。カシテラを構成する町は以下の通り。カシテルノビのビアチにある遺跡カシテラリビエラは長さ2 0キロメートルにわたる肥沃な土地であり、スプリトの北西の海岸に沿って広がり、古代ローマで初の浮きドッなどもある。カシテラは古い町や比較的新しい町を含む7つの町によって構成されている。カシテラ地域は穏やかな。 アドリア海と背後に広がる急瞬内は山という自然の造形、そして恵まれた土壌によって戦死時代から人を引きつけてきた。かつては古代ギリシャの港であり、ローマの大役軍人たちの訪問先であり、クロアチアの王たちのための場であり、そして現代ではリゾート観光の地となっている。長く伸びた砂浜にはテラスや展望所、テニスコートやその他のスポーツグランド、 追い茂る松と魚流の木が並ぶ。カシュテルスチュラーツの郊外には工業地帯が形成され、アルミニウム生成工場がある。また、スプリトカシュテラ空港もカシュテラにある。また、カシュテラの郊外には古代遺跡、サロナがあり、古代ローマ以前の時代からとしか築かれていた。ヤドロ川は古代のディオクレティアヌス宮殿への水道であり、ソリンから流れ出し、 スプリットとカシテラに水を供給している。研究によると、ヤドロカーの源泉の水は極めて水質が良いと、されている。複数の水文学の研究がこの地で行われている。コクラ、クロアチアトラベラーハットコクラ、ウェルカムズ・クロアチアハットシー・マイケル・ホーガン、ダイアクリーション、エス・パレス、ザ・メガリスック・ポータル、A、バーナム・エド、オクトロク、2007ハット、 ナイブス・スタマバック、ギリアノビッチ、ザ・ポリューション・ロード・バイ・ナイト・ラジェン・アンド・ホス・ファース・イン・ザ、ジェイド・ロー・リバー、スプリンガー・ネザー・ランズ、イシュン・レイ・イチ・ロク・ナナナから6369,573から2959、ボリューム123、ナンバーズ1から3、ディセンバー、2006P、ザンネッチ、エンバイロメンタル・モデリング、コンピューター・メソッツ・アンド・ソフトウェア、 1996コンプイアテシャネルメカニクスプブラケーションス462ページーズ ISBN 18億5312万3420上空から見たスプリトカシテラ空港とカシテラの街ありがとうございます